郡山総合運動場、郡山総合運動場改正山の球場、郡山総合運動場改正山の球場は、福島県郡山市の改正山公園にある野球場。郡山市が運営管理を行っている。ヨークベニマルが愛称命名権を獲得し、2017年2月からヨーク、改正山スタジアムの愛称が使用されている。氷山市中心部、 市役所に隣接する海西山公園内に1952年会場。陸上競技場、プール、弓道場とともに海西山総合運動場を構成している。会場以来、高校野球など県内アマチュア野球公式戦の試合会場として使われている。フィールドは両翼100メートルと当時としては広く、日本の野球場が 国際企画を踏襲した設計となる以前においては、熊本県熊本市の藤崎大県営野球場と並んで日本最長の規模を誇っていた。1969年に内野スタンドが増築され、コケラ落としとして、同年7月13日にプロ野球イースタンリーグ公式戦の読売ジャイアンツ対ロッテオリオンズ戦が開催された。 翌1970年11月14日には、初の一軍戦となる、周期オープン戦、読売ジャイアンツ対太陽ホエールズ戦が開催された。さらに1971年には、初のセントラルリーグ公式戦、太陽ホエールズ対ヤクルトスワローズ戦が開催された。ほか、日米や旧も同年秋の読売ジャイアンツ対、ボルチモアオリオールズ戦、1974年秋の、 読売ジャイアンツ対ニューヨークメッツ戦の計2試合が開催された。1987年には照明設備が追加設置され、プロ野球のナイター開催が可能となった。前日の通り、かつては巨人が各年で行っていた東北シリーズなどのように、一軍の公式戦も年1回もしくは各年で開催されていた時代も、 あったが、特に内野スタンド仮装部は会場当初の設備をそのまま使用するなど、築半世紀を超えて、施設の老朽化、陳腐化が進んだ上、加えて、福島県内に、福島県営あず球場、岩木グリーンスタジアムなど新たな施設が順次、整備されたこともあって、一軍公式戦は1990年7月8日のパシフィックリーグ公式戦のロッテ対 西武ライオンズ戦を最後に開催されていなかった。この間、他競技での使用例もある。1995年に開催された国民体育大会、福島国体の冬季大会においては、郡山市はスケートアイスホッケーの開催地となり、この内あたり球場ではアイスホッケーが行われた。戦術の老朽化に関する問題から、郡山商工会議所など、 地元経済界や競技関係者などの間からは市に対して改正3球場の改修を求める声が高まり、市近林の矢吹町出身の野球評論家、中畑清らが施設改修を求める募金活動に加わるなどの動きがあった。また2005年からは同年発足した東北楽天ゴールデンイーグルスがイースタンリーグ公式戦を開催するようになり、1万人前後の 観客動員をマークするなど一、軍公式戦開催の復活機運が高まり始めた。前述の郡山将棋所が中心となって、楽天の公演組織を結成して球団に、イース対公式戦の誘致を積極的に働きかけるなどし、さらに将棋所が初経費を負担する形で入場料を無料にするなどした、結果、翌2006年には二軍戦ながら一試合、 1> 約1万1000人を動員、楽天に軍公式戦の観客数最多記録を更新した。これを受けて市は2006年、改正3球場の全面改修を実施する方針を固め、2007年1月からは野球関係者や公募で選出された市民からなる検討委員会が具体的な改修目標について約3ヶ月間議論を行った。 そして2008年10月17日に行われた氷山総合運動場改正山の球場大規模改修事業の公開ヒアリングには大手ゼネコン2社が参加し改修計画案のプレゼンテーションや質疑応答を行いその結果翌11月市は設計、施行者を鹿島建設とすることを決めた鹿島の案はメインスタンドを全面的に改築し 二層式として屋根を設けるほか、スタンドの耐震化やスコアボードの全面電光化、フィールドの拡張などを行うもので、市は選定理由を防災施設を兼ね備えた新しい野球場のあり方に大きな可能性があり、またスタンドの屋根は改正産の新たなランドマークになることが期待できるとした。2009年2月15日には改修事業着工を記念し、 市民有志によるイベント、ありがとう、そして未来へ、海星山の球場が開催された。当日は、スタンドとフィールドが開放され、パネル展など、隠し模様しものが行われた。翌3月にメインスタンドの躯体を撤去した後に、建設が進められ、改修事業は2010年3月17日に、竣工3月27日付出しに引き渡され、 4月18日には、春光を記念し、オープニングセレモニーが開催された。なお、当初、市は、春光を機に、同年度から、総合運動場内のスポーツ施設に、指定管理者制度を導入する方針を明らかにしていたが、2010年度当初の導入は見送られた。市は、海星山公園周辺を、災害時の避難場所などとして機能させる、 広域防災拠点に指定しており、この東急場の改修では、球場施設の改善、増強に加え、防災拠点施設としての役割強化も図られた。約23億円を要した、改修費用のうち8億円は、国土交通省の町づくり交付金によって賄っている。このほか、前景の募金活動等で集められた市民の募金と、経済界の寄付によって積み立てられた。 基金で約6億円が、被災で約6億円が賄われた。二層式に改築されたメインスタンドには、球場のシンボルとなる大屋根が、二層スタンドの下層部を覆うように仮設されている。大空に向かって広がる翼をイメージしたもので、時代を担う青少年に大きな夢を抱いて羽ばたいてほしいという思いが込められている。 メインスタンド1階正面の市民ロビーには全室の中畑の現役時代の記念品や球場の歴史などを展示したメモリアルコーナーが設けられた。またバリアフリー対策を考慮してユニバーサルデザインを採用しており、メインスタンドには車椅子席やエレベーター、授乳室などが設置されているほか、雨水中水化システムを備えており、香水を グラウンドの散水などに再利用することができる。外野スタンド後方には、スタンド最上段とほぼ同じ高さの遊歩道を新設して、園地と空間を一体化し、場外からもフィールドを見渡すことができる。加えて、前述の通り、防災拠点として活用できる、要機能強化が図られ、約35トンの水道水を常時確保できる、受水槽を設置し、給湯などの熱源には、 都市ガスの寸断に備えて、プロパンガスを使用しているほか、自家発電装置を備え、空調などの電源としても使用できる。またフィールド内にはテントを設営して避難所に充当できる上、救急車などの緊急車両が出入りすることも可能。所室の壁面には漆喰を活用した塗料を使用して、ウイルスの感染力を低減する工夫が施されている。 LED 方式の大型映像装置を採用したスコアボードは災害発生時には市の広報機能確保にも活用されている。なお、郡山市などは全面改修を機にプロ1軍公式戦の開催誘致を進めており、同年4月21日には20年ぶりの1軍公式戦として楽天対千葉ロッテマリームズ戦が 7月31日には東京ヤクルトスワローズ対横浜ベイスターズ戦の計2試合が開催された。郡山市は福島県のほぼ中央に位置しており、県内の他の主要都市と比較すると、広域交通の面など地理的に有利ではある。だが、海西山の9条は周辺の敷地が境外であるため、改修後の収容人数は1万8000人程度と、やや少ない。 また海星山公園は市内中心部に位置しており、駐車場の収容台数が少ないなど、施設面や立地面での問題も山積している。加えて、前室の東球場、いわきグリーンスタジアムが競合施設となるため、プロ野球など大規模イベントの際にはこれらとの調整を迫られることになる。 2011年3月11日に発生した東日本大震災において、東急城近くに所在する郡山市役所本庁舎が被害を受けたのに伴い、市は本庁舎の震災復旧工事が完了するまでの間、東急城メインスタンドに災害対策本部を設置して、各種業務を行ったほか、東急城をはじめとする公園内の各施設を避難所、 などに重当して被災者への対応を図った。なお、この影響で5月10日に予定していた楽天対北海道日本ハームファイターズ戦は開催球場をクリネックススタジアム宮城に変更して開催取り留めとなった。また、6月28日と6月29日には23年ぶりの巨人主催公式戦となる巨人対ヤクルトの2連戦が開催された。 これはもともと28日に試合を開催した後、29日に宇都宮清原球場、6月30日に東京ドームと転戦する3連戦として編成されたものだが、清原球場が震災による球場設備の損壊のため開催中止となったのに、伴い巨人側が復興支援のため郡山市側に2連戦での開催を打診したところ、 市側が受け入れを表明して開催が決定した。なお、巨人対ヤクルト戦は、当初日程では7月29日、福島県営あずま球場で、ヤクルト主催の1試合が予定されていたが、結局福島県内では、これと合わせて同カードが計3試合開催された。2012年8月4日5日には、NPB が主催する東日本大震災復興支援。 NPB ベースボールフェスタイン福島が行われた。内容は、プロ野球 OB 対福島選抜、プロ野球現役選手選抜対オール福島のエキシビジョンゲームなど。また、同年に、巨人対中日21回戦が18時開始のナイターで開催された。巨人主催の氷山での主催試合は2年連続。2013年8月6日に、 地元福島県西白川郡矢吹町出身の中畑清が監督を務める横浜 DNA ベイスターズの初の取材試合となる DNA 対巨人の試合を開催された。巨人は3年連続で東球場で試合を行う。DNA は2010年以来3年振りの東球場での試合である。なお DNA は三塁側をホームベンチとする。2014年は 一軍公式戦が2試合開催されており、2013年同様 DNA が主催試合を行う。6月9日に DNA 対楽天、7月29日に楽天対ソフトバンクが開催されており、楽天は同球場でホームビジター両方で試合を行う。同球場で楽天が2試合を戦うのは初めて。2015年6月23日に、 楽天対オリックスが行われた。この日は、プロ野球が12球団となった1958年以降、初めて、その日に行われた、セパ計6試合中、地方球場で5試合が行われた。また同年より独立リーグのベースボールチャレンジリーグに、加盟した、福島ホープスが、公式戦を開催している。2015年は開幕戦を実施する予定だったが、雨で中止となった。 2015年は5試合を開催し、いわきグリーンスタジアムに次ぐ開催試合数であった。2016年は15試合を開催し、チーム主催全37試合の中で最多となった。2017年も最多の試合を開催した。2018年は最多を、須賀川タン大野球場に譲ったものの2位となる9試合、チーム名が福島レッドホープスとなった2019年も8試合が、 開催されたが、2020年は3試合に減少した。2016年6月7日に、セパ交流戦の楽天対東京ヤクルトスワローズが行われた。2016年10月25日には、球場の命名権の優先交渉権をヨークベニマルへ与えることが発表された。命名権料金は年間510万円。 契約期間は2017年2月から2022年3月末までの5年2ヶ月で、愛称は、ヨーク海生産スタジアムとなる。2017年度は4月11日に、楽天イーグルス対埼玉西ブライオンズの白母、デーゲームが予定されていたが、雨天で天候回復の見込みが立たず中止となった。この試合は9月14日にコブパーク宮城で延期開催されたため、 小売山での代替カードは開催されなかった。また2018年も5月9日に、楽天イーグルス対千葉ロッテマリーンズ戦が行われる予定だったが、前夜からの雨によるグラウンドコンディション悪化のため中止となり、球場名解消後2年連続で開催されなかった。2019年度は6月11日に、セパ交流戦の楽天イーグルス対東京ヤクルトスワローズンが開催された。 2020年度は5月20日には読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズが行われる予定だったが新型コロナウイルス感染拡大の影響から試合中止となった海星さ公演も参照ありがとうございます。